はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、目の前にあります、はい、こちらなんですけれども、実はね、ジャンプの応募者全員サービス、はい、そちらの呪術廻戦の五条悟、紫、はい、これをね、私注文してまして本日届きましたんで、こちらをね、今回はレビューしようと思います。一応ね、代引きで7800円ですよね。はい、いや、これね、めっちゃかっこいいよね。もう五条と宿儺のね、戦いの時のもう極大紫放つところですかね。はい、では早速ね、箱の外観回転させてみてもらいたいと思います。ということでね、箱の外観見ていただきました。ではね、早速箱から取り出してみましょうか。はい、箱から出すとね、ブリスターに入ってましたね。はい、まあブリスターは1回転させなくてもいいか。はい、まあこんな感じですね。はい、ではね、このブリスターから取り出してね、早速フィギュア本体見ていきましょう。はい、ではね、ブリスターから取り出しましたんで本体見ていきましょう。こちら、はい、こちらです。いやー、これはね、めっちゃかっけえ、めっちゃかっけえよ。いやね、もうこれワンパーツ構成なんですよ。もう台座にもくっついた状態ですね、うん、特に取り付けることもなく、はい、このまんまですね。はい、すごいこれ。いや、まあ台座はね、うん、これはまあシンプル、うん、シンプルなんですけれどもね、まあ、ちょっと、まあ、作り的にはね、プライズと変わらないぐらいかなと思います。はい、で、肝心のこういうね、道着ですかね、この道着みたいなのはね、成形色に、うん、あの汚しの塗装が入っている感じですかね、うん、で、このね、割れた腹筋、これはもうね、女性にはたまらないんじゃないですかね。五条先生のこの腹筋バッキバキ、素晴らしい。このね、たなびく様もね、躍動感があっていいですね。うん、この波打ってる感じとかシワとかよく再現されてます。では肝心のお顔、はい、いや、もうね、もう殺意がね、みなぎってますねこの五条先生の構想が、いや、素晴らしいね。こうちょっとね、角度変えるとね、ストールですかね、マフラーですかね、うん、ちょっとわからないですけれども、これね、ちょっと覗く口元、はい、これも再現されてます。いや、素晴らしいね。で、この髪の毛に至ってはね、前髪の毛先なんてね、うん、もう全部シャープに、うん、作り込まれてる。もっさり感はないです。で、綺麗な水色の髪。で、このね、手もね、よく再現されてますね。まあ、ちょっと一種のデコピンみたいな感じでね、うん、こういう感じでパンって弾くんですかね、はい、その動きがね、よく再現されてますね。いやー、もうこの角度とかめっちゃかっけー。いや、このね、紫を放つ五条先生はね、初ですよね、フィギュア感。いや、これはね、めっちゃいいっすよ。うん、まあ、前回ね、獄門鏡に閉じ込められた五条先生は買いそびれちゃったんでね、うん、
なので今回はね、買い逃すまいとね、しっかりと注文してました。まあね、ゆくゆくはね、このポージングの五条先生はね、続々と多分フィギュア化はされていくんでしょうけれどもね、今では唯一無二の、五条先生のフィギュアじゃないですかね。あ、多分アニメで放送しだすぐらいかね、この姿の五条先生のフィギュアが出るのはね、まあ、それまでは決定版ですよ、間違いなく。かっけえ。で、後ろもね、ちゃんとこう刈り上げ部分まで再現されてますね、すごい細かいところまでね、ちゃんと作られてます。いやー、これはいいですね。はい、まあ、スケール的にはね、こんな感じで、そんな大きくはないんですよね。本当にあのプライズの感じ、大きさ的に、まあお値段がね7800円というのはね、まあ見方によっては高く感じる人もいればね、適正価格かなって思う人もいるでしょう。はい、ではね、最後に回転台座に乗せてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録、またね、高評価コメントお待ちしております。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。